皆様こんにちは、ゆめのです、えー、本日は、えー、日曜日のお昼なんですけれども1週間ぶりにここでねあのおしゃべりができておりましてちょっと一安心をしております。でねちょっと先週ねあの心配な心配なというか私自身もちょっと不安であの状態の,あの動画になっちゃったんですけど本当にあの優しいあのコメントをたくさんありがとうございます。 あの、コメントをいただいてね、本当にあの、励まされたりね、あとその好きなことを仕事にしてね、あの、頑張っておられる方とかもね、あの、声をかけてくださってすごく嬉しかったです。ありがとうございます。で、あの、先週ね、あの、話す予定だったのが、あの、まず、スタンド FM を始めたことですね。あの、密かに始め、 んですよね、本当にあの、なんか記念の日とか、霧がいい日とかではやっぱり、なくいきなりなんかもう12月とかじゃなくてね、あの11月28日から。<laughs> しかもあの1回目が第0回っていうね、もう、無茶苦茶なんですけど、一応始めてます。あのアプリとかなしで全然聞けます。はい。ただあの、なんだろう、そんなになんか、ためになるとか、あの、学べるとか、全然そういう感じの話はしていないので、 なんだろ、あの、YouTube の短い版みたいな感じです。あとはですね、今のところできているんですけど、これはね、ちょっとあの、本当はしますっていう予定だったんですけど、ちょっとあの、ちょっと先週とはまた状況が変わっちゃっていて、先週の段階では、あの、本当はね、12月毎日更新しますって宣言して頑張ろうと思っていたんですけど、今のところね、あの、ネタがあるのでしてるんですけど、ちょっとね、今後どうなるかっていうのが、 本当に今すごくバタバタしているので、あの、わからないんですが、ちょっとね、あの、大量にあの、手放すものがあったりするので、もしかしたら、えー、毎日動画が上がるかもしれませんが、えー、いつもながら、そっと、見守っていただければと思います。<laughs> あとはですね、本当にね、ちょっとあの、今日日曜日なので、あの、お察しいただける方はね、あって <laughs>、思うかもしれないんですが、あの、あまりね、あの、声も <laughs> 出せず、 あの、長時間も録音ができないので、ちょっとね、本当に必要最低限ってなっちゃうんですけど、とスタンド FM のお話と、えー、励ましていただいたのが嬉しかったお話と、えー、もしかしたら毎日更新のお話本当にね、あの、まあ、あの、実家なのでね、もう先週の動画でね、あの、私のね、あの、どういう状況かっていうのはちょっと伝わったかなと思うんですが、あの、本当にね、あの、これ意味あるのっていう音声というか動画になっちゃうと思うんですけど、 あの、ちょっとね、あの、こういう、なんだろう、配慮が必要な、まあ、動画というか、はね、ちょっと、休日というか、まあ土、土日とかはね、難しいですね。うん。まあ、ただ、これがどうなるかっていうのが、あの、今、ちょっと、まだ、定まっていなくって、まあ、年内は多分、この、ここからの予定なんですけど、も来年どうなるかっていうのが、まあ、想像するのも嫌なんですけど、もう考えざるを得ない状況に今、いまして、 でもね、それがね、あの、もう、どうなりますっていうことも、全然言えるところまで言っていなくって、まあ、その、いろいろね、やっぱりあの、まあ、この社会情勢とかもあるのと、まあ、他にもね、いろいろこう、だったらっていうことで、他のことが、あの、話が始まっちゃったりとか今しているので、あの、ちょっと本当に、なんでしょう、困ってます。<laughs> 困ってるけど、あの、全然、やることはやっているんですけど、 まあ、ただ、体調に関してはね、体調とか精神面とかメンタル面、まあメンタルはね、元気なんですけど、体調と精神面に関しては、もう全然元気です。元気というかね、あの、もう元気がないとやっていけないっていうところで <laughs>、無理はしてないんですけどね。あの、無理をね、するのはね、この私は、あの、できないので、あの、無理だったらもうこれもね、あの、前日に <laughs>、土曜日に、あの、撮るんですけど、ちょっとね、昨日はちょっと、まあ、バタバタしてて、できなかったんですけど、 本当にね、こういうそのなんだろう制限がかからないものをあのなんとかやりたいなと考えているんですがちょっとやっぱりねあの実家なので休日は難しいですねそんな感じでねあのちょっとあの久しぶりにこのスタイルでとか言いながらもう終わっちゃうんですかってなっちゃうと思うんですけどあのもしかしたらね、ま、今後の状況にもよるんですけどあの平日にねあのおしゃべりとかねもしくはその ライブ配信とかね、平日昼間とかの方がね、あの、できるかなっていう感じで、本当に今もうちょっと混沌と <laughs> していまして、あの、元気なんですけど、<laughs> 元気だけど、えー、ちょっと大変っていうところで。まあ、年末ってこういう感じなのかなって久しぶりに、あの、久しぶりっていうのも本当、こんなね、あの、混沌としているのが、もう何年ぶりっていうぐらい、もうしばらくは会社員をやっていたので、 本当にね、もう、こういう、なんか、状態がね、もう本当、5年以上ぶりとかなので、ちょっと、わちゃわちゃしてるんですけど、ちょっとね、本当に短くなっちゃったんですが、今日はね、あの、このあたりで。おしゃべりの動画がね、あの、私自身も好きで、やっぱあの、見てくださっている方もね、あの、おしゃべりの動画がやっぱ一番あの、好評 <laughs> なので <laughs>、おしゃべりとかなん、なんでしょう。ここでね、あの、もう終わるって言いながら、あれなんですけど、やっぱりね、あの、 そのチャンネルの個性ってあるんだなって思うんですよね。私の動画ってやっぱ長い方がね、あのやっぱ安心していただけるみたいで、それなのにもう終わらなきゃいけないっていうのが非常にあの悲しいんですけれども、飲み物も飲まずね、ちょっとね、あのまた、あのゆっくりおしゃべりができるときに、そうですね、ただね、あの日曜日の動画は日曜日にゆったり撮りたいんですよね。だからその月曜日に撮ったものを日曜日にってのがあんま好きじゃないので、 ちょっと今後も謎なんですが、えー、もしね、あの、毎日更新されていたら、まあ、暖かく <laughs>、今思ってください。そんな感じでね、ちょっとあの、報告とか、あの、ほ当ちょっとした雑談にはなっちゃったんですが、本当にあの、いつもね、あの、見てくださって、あの、コメントしてくださったりね、あの、高評価してくださったり、あとは他の SNS もね、あの、見てくださったり、コメントしてくださったり、本当にね、あの、応援をしていただける方のおかげで、もう、 これも撮れておりますので、本当に感謝をしております。ありがとうございます。そんな感じでちょっとめちゃくちゃ短いんですけれども、本日の動画はこの辺りで終わりにしようかと思います。えー、いつも最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございます、えー。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Música